夢が叶いました。あのかの探偵ナイトスクープで有名なガマランドでございます。これガマ大名字ですね。プマさんどうですか。ガマ大名だよ。ガマ大名人ですよ。生ガマ大名人です。これがガマランドでございます。スターティングガマランド、ガマランド、あのですね、はい、ね、もうテンション上がるね。ここね、すごい来たかったんですよ。あのですね、ここあの探偵ナイトスクープ、おうおう、あの関西圏では非常に有名なあの長寿番組なんですけど、もちろん知ってございますよ。まあ、関東というか、まあ、東京でもやってるんですけど、うんうん、あのもうね、関西圏だともうゴールデンタイムっていうか、うん、結構いい時間帯でやってるんですよね。で、まあ、僕も広島なんですけど、うん、広島もあの毎週金曜日、夜の11時ぐらいからですかね、うん、毎週やってる探偵ナイトスクープもですね、もともと桂小枝師匠がやってました、うん、パラダイスシリーズっていうのがあって、はいはいはい、まあ、各地のパラダイスに行くわけですよ、うん、ね。このガマランドに行かれた回がもう神回でですね、うん、もうね、楽しいですよ、ここは。超ワクワクしますね。ワクワクしますよ。もういろんなね、アトラクションがありますからね。早く行こうでいくよ。あの、ディズニーランドなんか目じゃないですからね、本当。いや、目じゃない ね、 本当ね。ということでですね、早速行きたいと思うんですけれども、監督、あれどこ行ったんですか。監督どこ行ったんですか。監督どうぞ。はい。なんか、寝てんだよね。あ、寝てるんですか。こんなにワクワクするところに来てんだ。運転席ねえな。運転席ねえな。違うでしょ。あれ、テンションの差が違うでしょ。もうガン寝ですよ。ガチ寝、ね、サングラスかけたまま。やめてくれ。監督、行きますよ。監督、田川寛太監督。行きました。田川寛太監督、行きますよ。ガマランドへゴーティング。お前ら2人で行ってこいよ。いや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 、なんでそんな乗りじゃないですか。ぜひね、監督にも楽しんでいただきたいんでね。そうですよ、滑り台登りましょう。登ってね。だって監督もだって大阪出身でしょ。そう探偵ナイトスクープ見てたでしょ。嫌いだもん。いやいや、行きましょうよ。行きましょうよ、もう。ね、ここも。大体もう、ナイトスクープでやったとこ、俺らやったところで、お前、あれだろ、パラダイスだろ。パラダイス、ナイトスクープ。小枝さんに勝てるわけねえじゃん、いや、だから。なんでかなーとか言うじゃん。いいじゃないですか、もう、ここね、すごい行きたかったんですよ、僕、本当に。絶対笑い取る自信ないもん。いや、もう、いやもう笑いとかもう、そんなに、今回は関係ないですもん。ここ、僕は滑り台があるなー、やってみようかなーって。ずっとやんなきゃいけないんだろ。滑ってみようかなーっと。と。行きましょう。もう俺をカメラ回さないで。いいですよ、もう。疲れてる。今回のガチドラって疲れてたよ。本当お疲れ様です、本当ね。いや、もう早速、こちらでございます。おもういきなりございますね。どうですか、生ガマランド。ガマランドですよ。生ガマ大名人。カエル好きだから。あ、もう結構好きでしょ。カエル大好きでございますよ。ワクワクするでしょ。うん。もうね、通る気満々だからね。お前ら、どっちだこれ。え、なんすかこれ。この落書きは誰だ。いや、もうせっかく宣伝しないとこれ。お前、大概にどっちだこれ。え、おお、はい。バカ。せっかくなんでね、宣伝していかないと。はい、ちょっと俺は、うわ、見ていいでしょ。早速天満さんバシャバシャ写メを撮ってますからね。ほら君、天狗とガマのツーショットですよ。テンション上がるね。テンション上がるでしょ。え、
監督、写メとかなくていいんですか？ちょっと立ってください。いい顔してくださいよ。はい、いきますよ。テクテクチーズ。なんて顔してるの。違うでしょ。大嫌いだもん、そういうの。よし、よし、どうよし。ちょっと待ってください。うわ、ダセー、おめえら。はい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 、これ大事ですよ。うん、俺はこの人と俺はあの記念撮影した方がよかった。知りませんよそんな。今見るこれ、これガマカラクリ迷路、ガマカラクリ、おガマ洞窟ですね。ガマ洞窟500円入る、うん、じゃあどこで買えばいい？あのこの売店の方で、この売店の中で。これみんなパラダイスって言ってるじゃねえかよ。ナイトスクープのだろ。そうですよ。俺絶対笑い取る自信ないもん、ここ。がっつりいきますよ、がっつり。味噌団子でも食べよっと。もういきなり行っちゃいますか、ガマ洞窟。だから先こっちでしょ、ガマ洞窟。よろしくお願いします。あ、青みじゃない、天狗、天狗です。あとで行きますからって言っとけ。あとで行きます。ガマカラクリピーねえねえ、ここはガマのアトラクションの数々をご紹介していただきます。それはナイトスクープ見てもらえばいいんじゃねえか。ほら出てきましょうか。ほら出てきましょう。来た来た来た、テンション上がるね。来ましたよ。うわさすがですね。おちょっと、杉間さん。ちょっと。杉間さん、好きなの取りなさいよ。杉間さん、プライベートで楽しんでんじゃありませんよ。ちょっと。ガチトラベルですよ。ちょっと。いや、これ茨城で一番面白いかもしれない。めっちゃ面白いですよ、これ。乗った。いや、天狗さん、俺はこれ乗ってもらいたいな。ちょっとこれ、乗ってくださいよ、これ。え？もう2人乗りましょうよ。これ動くのか。あ、全然あるよ。あ、いいですよ。ここは僕が出しますよ。ここ、あ、テンション上がってるね。いや、こんなよし見るの初めてだね。いや、めっちゃテンションガチで普通に リアルで楽しんでますね。お、これはトラブル。それ乗るのか。よし、絶対それ乗るんじゃないって。乗るんじゃないって。だって本来これ多分水が張ってたんだと思うぞ。これ水張ってたんだよ多分。じゃあ、まあ、早速入って、どうぞ。はい、あれ入れたの。入れましたよ。あれ嫌な予感がするよ。あれ入れたよ。ボタンとかなんか。なんか入ってこないね。はい、ということで、じゃあ次。はい、よし、ね、じゃあ次行きましょう。こういうふうにね。お前こんなに1000円以上使うのは絶対嫌だぞ。あ、これは、さとこちゃん、佐藤製薬の。これね、あれが佐藤ちゃんですよ。これが佐藤ちゃんですよね。大正製薬、佐藤製薬の、はい、これがあれでしょ、はい、これ女の子なんですよ。おお、佐藤子ちゃんって言うんですよ。天狗さん、やべえ、やべえ、100円入れますか。これ自撮りになっちゃうんですよ。はい、チーズ。意味わかんない。いや、これは面白い。ダメだここ。みんな戻ってくる観光客の人の顔が呆れてる。ほら、なんとこの上には、はい、スペースシャトルがあるんですよ。あ、なんか小枝さんも言ってましたね。宇宙やなとか言いながらなんかやってたような気がする。ちょっと宇宙行ってみ
ようかなと。俺なんかよしと合わねえんだよな。うん、君とだったらすぐ一発で。ダメ、たまに会う時あるんですか。あれこちらがあの有名なスペースシャトルでございます。おお、チャレンジャーだね。皆さん宇宙に旅立ってみなさいよ、ちょっと。宇宙に旅立ってみなさい。宇宙に旅立ってみなさいよ。ダメだここ。面白い。ここ最高だ。我が宇宙に行ってまいります。行ってください。アルマゲッティください。アドマナクララナラララナ。これは何だい？宇宙船ですかね。100円かい？これ100円？あの、我が宇宙から生還します。ありがとう、地球を守ってくれて。あー、待て！あー、あの、海に不時着したからね。このロープは何なんだろう。このロープはどういう意味がある？どうしたの？濡れたんですよ。ズム濡れなんですけど。いやなんだよ。この宇宙船なんですけど、はい、残念なお知らせがあります。残念なお知らせが。これ100円入れるんですけど、はい、あの100円入れるとこにですね、釘を打ってて、あそこにも入れてほしいもんですね。間違えて入れちゃったらどうしようんでしょうか。すごいよ、楽しいぞ。これは何なんですか。絶対行ったら何かやらかしてくれるところだね、これは。これはすごい。お、あれは何、ディズニーランドでいうところのミッキーマウスですね。ガマランドのメインキャラクターです。ガマじゃねえかよ、ただ。ガマ大明神様です。うるせえなお前。どうでもいいよ、もう。もう、まさかこのブション顔が拝めると。いや、もう俺は桂小枝に会った方がよっぽど感動すると思うぞ。いやー、リアルガマ大名字だもん。もうこれ心霊スポットにしてやろうか。ほらほら、大震災復興祈願。素晴らしいです。ガマ大明神様が。これこれね、いいね。ここにゴマがあるんですけど、なんかこれ、ちょっと、あのね、こんばんは。こんばんは。屋敷高んです。高んじんです。高んじんさん。小銭いっぱい持ってた方がいいね、ここ。いろいろとね。絶対必要だね。そうですね。うん、この日のためにいろいろ小銭を用意してたといつも過言ではない。さすが。さすが。ガマランドに来るために。いや、別に全然。俺は筑波山に行くって言うから、はい、そのつもりだったのに。そうですね。どうぞ。ガマ大名人。ガチシリーズお願いします。よろしくお願いします。というか、あなたが有名にしなきゃいけない人だと思いますよ。すごい迫力です、ガマ大明神。大明神、もうね、ここからね、筑波山守っていらっしゃいますからね。いや、筑波山は、いや、別にっていいです。この土手を残らないで。これは何ですか。お疲れ様でした。いやいや、ガマ大明神の横にあるこれは何なんですか、このオブジェは。このオブジェは、金のオブジェですね。あ、なるほど。お、ほらほら、もう逆光でちょっと苦しいんですが。あ、ちょっと、はい、通行者の方がね、どうしたの、朝日陰サンプルが見られる。宝永昇る日の元の大和の国の春の、どうでもいいですね。ほら、うん、ほら出ました、金のガマが、ガマが
お、素晴らしいですね。そしてほら出ました、無料ジャンボ滑り台、これメインアトラクションですね。なんだこの野郎。見てください、この月さんの絶景をね楽しみながらですよ。怖いんだけど、結構なスリルありますよ。ちょっとこれ熊さん、はいはいはい、え、下行っちゃうじゃん。もうあの我々も行きますから、もうすぐ。いいの？もうでもこれも結構一周もしてきた感じ。ジャンボだからね。ジャンボですか？これもうちょっと逆光気味でちょっと厳しい。ちょっとあれですか？うん、それぐらい開けちゃってるんですよ。バシャバシャだ。僕はこのガマ大明神様が大好きですね。これいいですよね。じゃあこれ。じゃあ行きなさいよこれ。じゃあ行くよ。はい。結構急なんでね、気をつけてください。ちょっと待ってね。ちょっとね、こういうのは記録に一息来たんでね。ここでも撮ってますよ、ちゃんと。それ分かってますよ。すごいよ、ジャンボだすごいですよ、危険ですか、あのカーブ危険ですからね、本当。行くよ、あの、iPhone ちゃんとしまった方がいいです。うん、しまった方がいいです。絶対落としますよ。そうだよね。はい。じゃあ、いらっしゃい。行っていいですよ。いいんですよ。行ってますよ。いやいや。天気さん、はい、滑っていいんですよ。滑ってます。ただの天気さん、滑っていいんですよ。いいですよ。滑ってます。いやいやいや。もっとこうファーっとファーって力入れるよ。はい、そういうもん力入れるもんじゃないでしょ。うん、まあまあそうですけどね。天狗さん、滑っていいんですよ。滑っていいですよ。滑ってる？自力で、もう自力で下に行ってください。おーおーおー、行ってるじゃないですか。俺と行ってますよ。天狗さん、天狗さん、滑るんですよ。ずれていくんじゃないんですよ。それはずれるって言うんですよ。いやいやいや、うん、滑ってください、滑ってください。あれ、そこまだ滑るとこだと思いますよ。立つとこじゃないと思いますよ。ああ、そこに何て書いてありますか、後ろに、後ろの看板。こちらから登らなしで、登らないで、ね、なるほど、なるほど、危ないです。あ、危ないからね。じゃあ行きましょうか。全くだ。さて、どこ行くんですか。いや、もうもちろんそっち戻るんですよ。いやー、気に知り勝るガマラン。あら、お、日本で初めて空を飛びました。どういうこと、日本に、ちょっと待って、日本で初めて空を飛びました、はい、今屋上でちょっと一休みです。会ってください。誰ですか。あれですよ。え、ほら、屋上で一休みしてますよ。あなた、俺はこれを作った人と確実に友達になれると思う。しかもですよ、あれに日本で初めて空飛んでガマですよね。そうなんですか。背中にシマウマ乗ってますから。なるほど。もうだんだん腹立ってきた。だんだん腹が立ってきましたよ。お前、一個一個傾斜がきついんですよ、これ。ここさ、ここさ、はい、心霊スポットになんないかな。ここがぜひ廃園したらですね、ご連絡いただきましたら。いや、これ廃園しないよ。絶対大繁盛ですよ。いや、ここからね、はい、あの近くでほら、あの、はい、日本で初めて、はい、ここから撮るとね、ここ、はい、すごい本当に飛んでるように見えますよ。ほら、こうやると、あ、本当だ、ガマ空を飛ぶ、ガマ空を飛ぶ、バカですね。
天狗カマランド恐るべし。何がですか。何が恐るべし。でってあのドラえもんの音楽がこれから流れてきたんです。これは電源入ってるんですか。これはなんか電源入ってるみたいですよ。なるほどね。もう帰っていいですか。カラオケバスって感じ。いやだってあれですよ。だってつくば山温泉あるんですよ。あのこのジャンボ滑り台がですよ、はい、ディズニーランドで見るところ。あれあれちゃんと滑ってるよ。あれどういうことだい。今ちゃんと滑ってたね。あの多分あれですよ、ズボンの材質があるんだ。ちょっと待ってください。ガマの生息地らしいですよ。ガマが。ガマがいるのかな。ガマちゃん。絶対いないですよ。ガマいる。いやいないですよ。神秘、神秘。ガマの滝をご紹介したいと思います。それは神秘ですよ。それは神秘ですよ。馬がいるんだもん。その横に滝があるんだもん。水流れてないね。しかも、うん、ちょっと上の方にいらっしゃいました、うん、何ですか。あのここの生息地にガマ様が。ガマ様がいらっしゃいました。開いてるいいお顔だ。あれは水を止められたんでしょうね、多分ね。水害に苦しむ村人たちを救うために。最高じゃないですか。いいですか。俺は本当に今すごい楽しいよ、はい、我が輩はですね、はいはい、今だんだんボルテージが上がってきましたよ。上がってきましたか。怒りの。大丈夫です大丈夫です。俺意外に真面目で保守的だからね。ふざけたやつは許せないんですよ。大真面目に作ってますから。そうよね。だから余計に腹が立つんだよ。これがあのディズニーランドでいうところのですよ、うん、ビッグサンダーマウンテンなんですよ。知るかよそんな。下にホーンテッドマンションがあるんですよ。うるせえよお前。聞きましょう聞きましょう。いやドラえもんの曲が流れ。このガマ洞窟っていうのがあれですね、ディズニーあれですよ、ガマランドの方。なるほど。ちょっと腹が減ったんだけど。あ本当ですか。レストランがあるよ。レストランありますよ。大食堂とか言ってますよ。大食堂、大きいんだね。大きいですね。意外に女の子がいっぱいいるね。この子でしょ。誰もいないよ。誰もいないよ。やる気満々だよ。いやこれはでもね、俺は頑張ってほしい。怒りは止められないけれども。美少女たちがガマ大明神の意識に。おこれはあここで入場券こちらの。お土産見てやってもらっていいですか。面白い、ここ素晴らしい。うん、これ多分白マスク。面白いのはここですよ。いやそういうか。え何よ。こっちの方がよっぽど面白いわよ。もうお店の人もそうです、はい、茨城中を紹介するの、はい、茨城のあの観光スポット回って。何に紹介するの。何のあれで。さあやっとけ。インターネットの番組。インターネットで分かんないけどあちこちでやるから、はい、今洞窟入る人になくなっちゃったわよ。あらそうなんですか。適当に上手に紹介して。わかりました。あれここテレビでやってたよね。で終わりよ。ああそう、金払って見やがれこの野郎って言っといたらいいね、僕が、ね、おばさん。それは違う。だから筒持たせな撮影やってよ。どういうこと筒持たせて。上手に入ってみたいなと思うような撮影をして、うん、
ってみたいなと思うような法要をしてくれたら入るんだけど、オッケー、全部映してこうだよってやられたら、うん、分かった、ああやってたよ、これはもう任せて、だって上からもね、ずーっと分かる分かる、うん、もうバッチリです、本当に、まあ、一番あれした頃はあのクリームシチューさんが来た頃かな、有田さんがね、まあテレビは強いから ね、僕らネットなんですけど、結構固定ファンがいるから、はい、遊びに来てくれると思う、この番組見た人、おばちゃんこのカエルプレゼント分かりました、はい、分かりました、分かりました、任せてください、でもテレビよりね、ここネット向きだと思いますよ、はい、素晴らしい、分かった分かった、任せておいて、うわー尺八買う、そんな中なんでしょ、1,500円、便利尺八、もっちの顔の方がよく面白いわ、なんか買うよ、こんなもあるんだから、そういうの映したら着たいと思わせなきゃダメだからね、おばちゃん、そうですね、これ、これ、これ尺八、これ、これ、うん、それは、うん、普通の尺八は何十万でしょ、はいはいはい、ひび入っちゃってるんだね、うん、でそれだととってもあのひびも入らないし、上手な人がやるとすごいいいね、あ、ほんとこれアドマチックテクニックだね、お前買いなさいよ、ちょっと買わせていただきますよ、だからその下のお母さんって方が、はい、自分でやってね、研究熱心な人なんだけど、はい、作ったんだわ、あ、そう、ね、なるほど、おばさんこれ買うってさ、おばちゃん、おばちゃん、この二人実はミュージシャンなんですよ、あ、そうそうそう、あのね、このね、茨城がミュージシャン、これの芝居と来たんですよ、え、何もう一回言う、これ茨城がっていうのね、これ茨城がっていう茨城県のご当地ヒーローなんだけど、これの主題歌を作ったのが僕たち、はい、ミュージシャンなの、はい、だから僕がこれ買っていくから探したの、これうちで扱ってるから、うん、あ、これ茨城が、これ高橋たちが主題歌を、制作しました茨城、ね、これ本当買ってきますよ、うん、これとね、うん、でもこれカエルでしょこれそれ吹いてさ、うん、あの音楽鳴らしたら欲しいっていう人いるじゃないの、あ、なるほどね、うん、いると思うね、あ、わかった、任せといて、茨城があのね、あの安いんだよ、いちいちお土産屋さんなのに、はい、ありがとう、女の子たち、面白い顔した子がいるからちょっと待って、面白いからお前ら利用されてるぞ利用されてる、女、俺、じゃあ俺このしガチゴジラ号にこの幸せを呼ぶ白袋をね、これいいじゃない、これ いや、いやすごい昇魂たくましい、いやいいですな、結構不思議な空間これも売り物なの、売り物じゃないでしょ、なるほど、考えるの、その前のカエルがいるから、あれはロダンの考える人をモチーフにしたのね、はい、そういう服場の はい、わかりました、わかりました、わかりました、いや、ここおばさんあれだね、テレビとかであんなネットとかで流れてるよりすごくいいね、うん、豊富ですよ、うん、これはね、そういう仕事で流したんじゃないけど、ツイッターで流したのかな、わからないんだけど、お客さんが来て、うん、上のあれをずっと見たの、うん、まあ、20年も前のものが並んでる、そう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 、面白おかしく、
ネットで出てた。うん、私自分であんまり笑ったことないんだけど笑ったもんね。そう。お前さん、それやったらお客さんそれで満足しちゃうでしょ。うんって。うんって。ああ、そう。俺らもお笑いだからね。うん、わかりました。面白おかしくね、任しといて。ちょっとあっち見てあったら、なんでほんでこっちに来いとお土産屋に来いと。僕らがいるとね、余計怖いと思う。余計怖いです。どうもありがとうございました。じゃあちょっとお邪魔します。ありがとうございます。いやー、 ありがとうございます。すいません、どうしようもらったかい。あ、いや、もう袋あげる。ほら、お姉ちゃんたち見て、この顔。じゃあ、お父さん、じゃあ、ニコニコ動画で。お土産屋さん入ってあげて。お土産安いから買ってあげて。おばちゃん、これでいいかい。はい。いいかい、ありがとう。よろしくです。ありがとうございます。ドンピカル。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとお邪魔します。そこはね、普段の考える人をモチーフにした。ああ、そう、これは考えるため。ああ、分かった、頑張ろう。任しといて。来ましたよ。どうすりゃいいんだ俺。もう入りますか。ガマ洞窟。俺はストレートに言っていいね。いいですよ。あ、これ考えてるんだ。考えるガマなんですよ、だから。なるほど。だから最初に撮りましたもんね。なんで考えてんのこいつ。この茨城の行く末を考えてみます。なるほど、日本の行く末を安倍晋三に、はい、で大丈夫なのかと。アベノミクスは大丈夫なのかと考えてらっしゃるんですよ。うん、ねえ、知ったことじゃないですよ。満を持して満を持してということはですよ、こういうことなんです。お二人、ちょっと、はいはいはい、私ここではただやさぐれてようかなと思ったんですけど、はいはい、お土産屋のおばさんが、はい、なんと無料で入ってよいと、はいはい、その代わり宣伝しろと。そうですね、まんまやってこいと、はい、テレビは面白おかしくやって私も笑ってしまったと、はい、ただあんまり全部見せると、はい、それで満足しちゃうから、そこのところはうまくやってくれと。ここはもうかなり無理な注文、はい、ここはもう監督の腕の見せ所です、うん、でおまけにですね、お土産買わされ、はい、あのお姉さんたちに、はい、客寄せをやらされ、まあ、あの散々利用され。ぶっちゃけ言っていいですか、はい、ガマ洞窟、あの入場料500円なんですよ、うん、1500円なんですよ。そうでしょ。僕はもう800円です。逆にもっと取ってでもね、僕たちも宣伝もさせてもらって、茨城がね、あの自分元取ってます。はいはい、わかりました。じゃあ行きましょう、はい、これはね、挑戦されてるよ。お、試されてますよ。ああ、試されてる。バチトラ試されてます。そうそうそう、いいかい、キーワードは、はい、キーワードは全部見せるの。全部見せる。でも面白おかしくやれ。任せてテレビに負けると思う。ハードル高いですけど。いいかい、いいかい、なんで面白いか分かる、はい、で、はい、散々見せて、はい、散々おちょくるから面白いだよ。ただ見せて面白いのは無理だと思う。よし、じゃあ行きましょう。うわー、これは挑戦だ。もうあのほら、入り口でどれからでおじさんが面白いですか。俺ね、心霊スポット入る、俺結構暗いんだから、これちょガチサーベルいるんじゃないか、これ。ガチサーベルいきますか、お楽しみください。持ってますか、これが。え、これ何、俺ら今から、はい、あのガチで廃墟入る。そういうわけじゃないです。ガマ洞窟に入る。これここから先は有料ですってやっていいの。ちょ、それそれで面白いです。ガチガチ。ここ段差で気をつけて、段差あるから気をつけて、はい、全部見せるなよ。全部段差で今つまずいたけど、段差を見せるなよ。段差分かった。分かったな。段差見せていけない。もうこれで満足しちゃうから、段差が段差見えたら。段差だみたいな。分かったね。この段差楽しめなくなる。分かった、いいね。はい、あ、お、ジャンボマックスだ。見せるなよ、全部。今のは上半身だけだけど、下はあるかもしれないぞ。うん、これも。マジか。ガマ洞窟は不思議な。これずっと坂になってるんだけど、坂のシーンは見せられない。
なぜなら全然ミッションじゃないから大丈夫ですか。大丈夫、ちょっと待って、なんでテーマスパークでさ俺さナイトショットやんなきゃお前これお前有料だよこっからほらもう景観バッチリじゃないですか。こっから先はお前普通の配球より怖いぞ。これ怖いっすよ。俺もうこの後行かなくていいから、まあ、大丈夫です。これさ、はい、もう一回取り直してさ、はい、入ってきますって。これ進めないんだよだからちょっと待って、はい、これナイトショットでもあんま見えない。ダンさん持ってきますか。ガチだ。あの iPhone 持ってる？あ、持ってる。あ、あります。あれの明かりくれ。これナイトショット。これを全部見せないでね。全部見せないでね。見えないもん。まあ、見えないから大丈夫。ご安心ください、ね。てんちゃん。はい。おばちゃんご安心ください。見えないか。見えないから。見したくても。でもこっからでも真っ暗ですよ。ね、これ。あ、やべえ。こ。あのな、はい、俺ら新シリーズなんか作んなきゃいけないと言ってるじゃん、はい、カルト以外で、はい、ここにヒントがあるかもしれない。そうでしょ、やっぱりね、こういうところを紹介してないとどうなるの。ダメだ、よし。ダメですか。これは、お化け屋敷なの、これ。全部見しちゃいけ、あ、なんと恐ろしい。驚ろ驚ろしい。これは見しちゃダメだ、ここにいっぱい怖い呪いの絵が描かれててね。全部モザイクでしょ。ああ、もうこんなあ、これはこれはダメだ。ジェイソンジェイソンいるんだけど、なんでリラックマの靴下なの。で、あのさ、聞いていいかい、おかしいでしょ。おかしいでしょ。ジェイソンマスクで怖がらせたいんだよね。なんでその後にリラックマの靴下をさ、2つ置くのかな。おかしいでしょ。ここで帰っちゃう人もいるかもしれない。あ、なるほど。怖くてね。ちょっと謎まして。でもね、ちょっと待ってください。全部見せちゃいけないけど、ここは見せていいね。あの、リラックマですよね。和まそうと思ってるんでしょうね、これで。うわー、はぁ、リラックマ。でもここに血の手形がで、よくジェイソンこれよく見ると、横にやっぱりリラックマがいるんですよ。リラックマ好きのジェイソンなんですね。僕は和んだよ。和みましたね。でもここから先どう行けばいいの。これそのまま。え、どこ、ちょっと開けるんじゃないですか。ほら全然説明もないから戻ってくるぞ。だからここで終わる人が結構いるんじゃない。なるほど、全部見せるなよ。下が真っ暗な、こうだから この下の感触が、この下の感触が嫌なの。ふわふわした感じなんですか。言うなよ、はい、全部見せちゃいけないんだけど、この下に何かが起きる。何かが起こる。ここであのね残念なお知らせが。おちょっと今のびっくりした。お、今のちょっとびっくりした。やるな。やりますね。この百戦錬磨のね、廃墟を行ってる俺たちが、はい、おーってなったんだから。そう、やりますよ。やりますよ。やっぱこれ素晴らしいです。おい、ただ残念なお知らせ。おお。もういいや。残念なお知らせがあるんですけど、真っ暗すぎて見えないですよ。ただ暗いだけなんです。これは。何ですか。何ですか。首吊り。首を吊ってらっしゃる。何いいよな。首を吊ってらっしゃるからね。まさかナイトショットで見せるとは。まだここでね。あ、残念なお知らせがあります。廃墟の匂いがします。ほら。何ですかこれは。見てください。缶オケ。これ全部見せちゃダメだからね。これなんだ。なんて。いやー、殺されるかも。レーザーヘッドだよ。ないですよ。レーザーヘッドだよ。食われちゃうよ。巨大イノシシって。あれ結構しっかりした作りだな。あなたつら、ちょっと腹立ってきたな。ちょっとイラッとしたな。これちゃんと光当てたら。いけるよこれちゃんと。
だって真っ暗だからさ、見えないだけで、これちゃんとしてたら、お、これは何ですか？これはでもイノシシって言ってて、蛇の谷って書いてあるんですけど。ほんでね、血のりっぽい演出があるんですよ。全部見しちゃダメだからさ。ほうの、ここにいらっしゃる虫大名人、巨大の死、全く見えないんだ。あ、いるね、なんかなんかいるけれど、ここは実際来てみてもらいたい。ぜひ来ていただいて。ぜひ来てもいいですよ。ここ来るべきですよ。巨大なイノシシがいるんだ。あ、本当だ、いるいる、うん、巨大なイノシシだ。ぜひ見てもらいたい、来て。気をつけてね。階段、本当階段気をつけて、階段。いいかい、テーマパーク持っていっちゃえば500円だ、はい、まあ俺ら無料だから文句は言わないけれども、はい、これは500円払った人は、はい、真っ暗な顔、ただ500円払って。これはぜひ500円払ったらなんかね。ありますありますね。巨大イノシ、巨大イノシいましたね。これになんか、お、消えました。あ、そうなんだ。消えたら真っ暗。あの、天馬さんの iPhone のライトをもらっていいですか？真っ暗で何も見えない。どういうこと？ライト、あ、これそれしかない。ライト、どうすればいい？ライト、下からピュッて。あ、これだ、こうやって、こうやってライトないかい？これね、そこ、ここ、これだ、これ。あー、はい、天狗さんの分かる、はい、あのね、これ落ちてるんだけど、はい、どういう演出の意図があるんだろう。これ、なんて、巨大イノシシが投げ倒してた。なるほど、おー、なるほどね。一個一個ちゃんと演出の意図があるんですよ、ね、これはあの、ポイストをやめようってことですね。で、こっからどう行けばいいの？こちらがいいんですか？関係、だんだん腹立ってきたよ。これは、これは、なんと説明するやろ。これはお化け屋敷やろ。ホンテッドマンションだよ。こんな感じ、もうこんな感じでね。これは、これ切るって書いてあるんですか？切るって書いてありますか？うわー、これはで、なぜかいつもリラックマの靴下。あのですね、これ心霊スポットだったら、はいはい、ガチこの回すごい売り上げだと思いますよ。もう完璧だもん。ここで言うなっちゃうの。そうそうそう、ほら、ここをね、あ、お友達が、お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 、なん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 おなら出ちゃったよ。お友達がいます。お友達が、おお、なんか仕掛けがあったんでしょう、お友達が。そうですね、もしかするとこれ生き別れたお父さんじゃない？パパ、あんまり面白くない。もっとなんかやってくれるかなと思った。これを押して、押して、おお、押していくわけですね。これあそこはパパっていうより父上って言わないとダメなんじゃないですか。キャラ的にね。そうですね、ここの人ら見習いなさい。確かに、こう行っちゃっていいですか、はい。これだから入り口だと分かんない。おおおお、姉さん。姉さんなのね。おお、びっくりしたよ。なんで姉さんが。おおおお、姉さん。姉さんじゃねえ。おお、これか。これの音か。姉さん、なんて姿に。犯人は僕が見つけてみせるよ、姉さん。金田一さんと一緒に。姉さん、いや、これどうやって動くんだよ。これなんか多分この先生かなんか、うん、そっちから動くんじゃないですか。センサー向こうですよ。姉さん結構、いや、これガチもったいねえなぁ。謎のはしごだ。え、謎のはしご、なんか糸があるんですよ。なんか糸、やべえ、次行くのめんどくさくなって。
なこれ義手に分ける？なえコッペパーンコッペパーンコッペパーン分かってみますか？もう一回もう一回落ちる。どう考えてもコッペパンなんですけどね。コッペタイ？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 いやこれはね、あなたね、全部は映しきれんわ。あのね。本当にね、あの見に来た方がいい。ぜひ、ね、絶対大丈夫。本当にすごい最高。絶対面白い。うん。でね、これ失敗してもね、うん、横にロープウェイとかあるからね。ありますからね。そうです。うん。いっぱい見どころがあるから、これなんてあんた絶対。ちくしょう。すごいな。皆様大変お待たせいたしました。はい、ここからが。ガマ洞窟えこれがどうガマ洞窟じゃなかったの？ここまではあの序章だったね。ここからガマ洞窟もう出たいよな。早くガマ洞窟行くでいいよ。俺もこの後ガチトラなんか行きたくねえよ。もうだってもう十分廃墟なんだもん。確かにね。そうだろう。ねえ、えらい注文つけられてさ、ここちょっと明かりをちょっと消し気味にした方がいい。サツッと何サツッとね、映らないですね、これね。ここには死と書いてあります。傾向なんだよ、うんうん、そりゃそうですよ、はい、映らないんですね。ガマ洞窟これを作った人と飯を食ってみたい。結構俺は友達になれそうな気がする。ナイトスクープって確かに見たんですけど、まさかここまで長いと思う。いやだから多分、はい、ナイトスクープは、はい、あの機材持ってこなかったんだと。ああ、なるほどなるほど。そういうことなんですかね、うん、こんなんだと思わないもん、ね、そうですよ、思わない思わない。そうでしょ。来ても俺ごめん、ちょっとそう、来ないと分かんないですよ、ここはね。だからやっぱりちょっと、何もない分ね、何を用意していいか分かんない。そうだよね。俺ら心霊スポット回ってるから分かるぞ。そうですね。そうですね。ということで、住んでる。おお、来た。来た。もういいじゃん、こっからは有料ですって。ほら、もうこれだけで怖いでしょ、ほら。ほら。ガマ洞窟。すごいですよ、ほんと。もう、なんか下手な廃墟入るより全然いいよ。もう俺、もう体力ねえもん。なりました。なんでお化け屋敷にするんだろう。ほらこれだよ、もう十分怖いでしょ。あ、これはおやべえ、これガチトラック買われねえよ。これで怖いもん。巨大ガマが、あ、来た。巨大ガマが、しかも気をつけてください、気をつけてください。ここから先禁煙です。禁煙だから。タバコ吸っちゃダメだよ。5月14日から禁煙ですから。5月14日から禁煙だから。そしてその横、その横。天狗が行ってますから。あ、父上。遅いって。さっき俺が言ったんじゃん。ここは、ね、ここはこうしないと。おじき。これがかぶろうか、天狗。ここでね、バナナだよ。お、なんだ。気づいたら始まったんじゃないですか。いやだからもうさ、もう紹介してますよ。紹介しますよ。だって我が家もこの狭いところさ、一番最後にこう気づいて、あってなるでしょ。だって会話聞いてりゃ分かるでしょ。結構ね、でもね、いや、おそらくなんでかっていうと、これ見つけてどうしようかずっと悩んでたんですよ。さあ、さあ、行きましょう。結構怖いですよ。いや、怖い、こうだからね、明かりなかったら。いやー、これツボ分かってらっしゃる。あのね、ここ作った人と俺飯食った時に、はい、俺に対して恐怖とは何ぞやっていうのを、はい、なんか2時間ぐらい説教垂れそうな気がする。なるほどね。
まあ、でもこれはでも我々紹介してますけど、無料のね、ところでね、うん、ぜひね、来る価値はあると思います。ああ、そうだね、これはね、あのガチシリーズ好きな人は、絶対、絶対、あ、ある意味、絶対大好き。ある意味、俺たちだよね、ここ。普通にやってれば怖いと思うんだよ。でも、全部笑い取ろうとしてるんだ。そうです。で、我が部屋で、ここの、こうやって、寝転がったらね、なんかほら、ここの一部に貸してるでしょ。貸してる貸してる。全然不思議じゃない。全然不思議じゃない。お天狗だ、みたいな。うん。ここはね、ガチシリーズを、その、形にした。そうですね。施設無限化したところかもしれない。そう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 。これが俺たちなんだ。あ、なんでこんなにちょっと親近感があるの。そういうことか。なるほど。うん。だってこれ入るときは絶対俺やさぐれたよ、つまんねえとか言った方がいいのかなと思ったんだけど、なんかすごい親近感がね。ここなんか湧くんですけど、なんかなんか変な変なのがいるよ。なるほど。この先は何なんだろうか。お願いします。あ、何ですかこれは。ここにも蒲大名人、小蒲様が。あ、蒲大名人、小蒲様が。失礼します。お願いします。でも狸のこの存在の扱い申し訳ない。ありがとうございます。タクチキンが微妙に見せてないな。でも疲れてきたね。ガチシリーズって多分後半疲れてくるのかな。我々もいろいろ反省点が見つかった。そうだね。反省点がね、見つかります。見つかってきたね。もうここにいるんですね。まあ、あ、なるほど。ここ八坂村です。やっとやっとこれ、はい、これで、すごい。ガマ洞窟は以上でございます。全部お見せしておりませんのでですね。はい、ぜひぜひ。いや、もう本当に、行く価値ありますよ。大丈夫でございますよ。でね、筑波山でね、絶景を楽しんでいただいてですね、茨城を満喫していただければと思いますので。ガチシリーズも。あら、あ、一周回らさせてもらいました。あ、ありがとう。素晴らしいです、ここ。素晴らしい。大宣伝させてもらいますんで、ありがとうございました。どんどん人来ると思うんで、うん、どんどん人呼んでくるんで。わかりました、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、多分一番の売り上げはあそこの自動販売機でしょうね。いやー、満喫した満喫した。あの、ちょっといいですか。それは暗いですよ。サングラスしてるな。それは暗いですわ。あなたたちより俺ずっと暗くないって言ったでしょ。もしかするとあなたたち何そんな暗いって言ってんだろうと思ったんですけど、そこそこ明るかった。いや、確かに暗かったですよ。暗いですよね。俺真っ暗だって言ったらこういうことだったんです。それは暗いです。っていうぐらい暗い中の暗いです。っていうぐらい夢中になったんですよ。素晴らしい。うん、もう笑いあり、はい、恐怖あり、はいはい、もう完全にここはガチシリーズです。素晴らしい。ガチシリーズを具現化したガチシリーズイベントやるときは、はい、筑波でやります。やりました。もうこうみんなみんなでこのガマ洞窟行きましょう。ここで飯を食いおばちゃんに利用され湯水のように湯水を使わされ、そう使わされねえ、ガマ洞窟入りましょう。みんなでガマ洞窟入りましょうよ、ね、いやー素晴らしかった。素晴らしい。おい、これ有料課金できっか。この後見る？頑張らんと。そこはもう頑張りましょう。でもね、俺はね思ったよ、はい、ここは、はい、ガチシリーズの問題点、はい、もう全部教えてくれた、はい、俺はそれを参考に作っていこうと思う、はい、素晴らしいですね。でも俺は思った、はい、俺たちの方向性は間違っていない。間違っていない。間違っていない。こんなに面白いんだ。なんで俺分かんなかったんですよ。ガチシリーズなんでこんなにね、売れてる動画だ、ランキング入るのかなと思ったら、分かんないとこがあったんですけど、今日分かりました。俺たちは完全にバカにされてます。ということで、行きたいと思います、はい。次のシーンは夜でございます。ぐわーや。さあ、来たぜー。
そうそうそう。はい、夜になりました。夜です、ティングよ。さあ、さっきだこれ第3夜の夜でございます。もうなんだかんだこれ3日、3日目の夜ティングですよ。やっぱりね、はいはい、あれなんでね、仮眠を取りまして、はい、まあ、ところでございます、はい、やっぱね、監督殿の訪問ですよ、はいはいはい、人間界のでも、はい、その我が輩たちがね、住んでいるその展開でもね、睡眠は大事でんぐ、うん、睡眠があるからこその、はい、行動、はい、本当天狗ですね、これね、1分でもね、2分でもね、我が家は2分なんつったらもう6時間ですよ、バッチリもね、我が家はね、これ取れたわけなんですね。さてよし、はい、今日行くところを行くところはですね、川崎城跡です。はい、これを右折です。これ右折、はいはい、城跡です。城跡、はい、はい、城跡と言ってもですね、まあお城の中が残ってるってわけじゃなくて、まあ、もうほとんど公園みたいな感じなんですけど、はい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 、まあ、そこでですね、うん、まあ自爆霊がワンサがいると。ワンサがいなくていいよ、噂のところですね。なるほど、うん、こっから先は有料ですっていうふうになるほどね、なるほど、頑張っていこうじゃないか。そうでございます、天狗よ。ポメラニアンはいないよ。ポメラニアンはいないですよ。ビッグ、本当に聞いたよ、俺もリアルに。本当にはっきり言った言った。ポメラニアンって君言ってました。ポメラニアン。いや、我が輩は、あの、トイプードルは飼ってるけど、ポメラニアンは知らない。現在夜中の4時。ああ、やっぱり3日間車中泊っていうのはきついね。この信号を左に曲がってます。はい。もうね、でもね、やっぱ我が輩今回思いましたよ、監督殿。はいはい。やっぱね、車中泊でもね、はい、車の中でこう寝泊まりできるのはね、はい、やっぱりそれも贅沢の一つだと。雨風をしのげるのは。うん。そうそうそうですって。そう。はい。もうね、僕はね、首をやられてましてね。はい。右腕がもうほとんど麻痺してる状況ですよ。はいはいはい。薬が切れてね。はい。もう痛いんですよ。そうです。うん、監督殿、あのお薬はあの持ってきてあるんですか。はい。ああ。もうあのお飲みになったんですか。いや、これから飲んでいいですか。あ、もう飲まないとね。要はね、うん、このね、この白いね、はい、このあれがね、この監督との起爆剤になるわけじゃないですか。そうですね。でもね、これあんまり飲みすぎると ね、やっぱ眠くなってしまう。いや、そうじゃないですよ。もうなくなっちゃうんですよ。ああ、あ、そうか。うん、あ、二錠なんだ。うん、ああ、そうだそうだ。あんまり、髪の毛なんかうるさくないのっすよね。うん。それ、もう、長州さんが言ってますね。いやいや、もうね、プロレスラー並みですよ。だからね、本当に痛みをね。いや、本当になんとかしたいですよね、監督殿、それは。してもらいたい。と、まあ、そんな感じで、はい、これからね、はい、城跡。そうですね。頑張っていってくよ。自爆霊ぐらいですか。自爆霊ぐらいですね、はいはい、
なるほど。自爆霊。まっすぐでいいんですか。まっすぐでいい、うん、自爆霊でね。自分にゃんですね、要は。そうですな。うん、なるほど、ね。でも自爆霊ってあれですかね、やっぱりこう悪さとかしてくるんですかね。そうですね。うん。してくる。うん、してきますよ。まあ。まあ一番皆さんが言うね、取りつかれるなんだっていうのは自爆霊ですね、はい、なるほど、うん、まあそんな感じで、はい、まともに喋れるのは今てんちゃんあんたわけだよ。そうですね、この人後ろからそうですねしか言わないもん。そうもうね、大体ね、ヨシ殿がね、そういうイエスマンになるときは、大体ね、聞いてない。もう全然人話聞かないからね。限界だね。あの、言わせてもらっていいですか、うん、ナビしてるんです。まあね、まあ本当にね、ヨシ殿は本当にあれですよ、本当にまあ頑張ってやりますし、今あれですかね、このガチゴチゴのカーナビも、うん、何も使わず、うん、私手動でナビしてますから。なるほど、なるほどね、確かにそうでございます。天狗よ、だからもうね、うん、限界だねこれは。じゃあもうこれはね、今回はまあ確かに全員本当に限界でございますよ、はい、ただしね、でもここでね負けてらんないわけでございます天狗よ。もう一頑張り、もう一頑張りですよ、もう一頑張りなんでね。まあじゃあ監督殿は今ちょっとね首をやられてると、じゃあ吉殿はねナビとかいろいろ頑張ってちょっともう、はい、体力的にもちょっと疲れてきてる、もう3夜目にもなれば、はい、まあそこでね2分で6時間寝ることができた、このねマッチョ天狗マンが頑張らなきゃどうするんだということでございますけどな。ならばね、その自爆霊殿をね、いろいろお話を聞いてあげ、そしていたずらしないように、頑張るのが我が輩の仕事なんじゃないかなと思うわけでございます。じゃあカメラ渡すから行ってきてくれますか。嫌です。僕ら二人で休んでるんで。そのどわが何一人ごあれじゃないですか、一人でそのいいですよ、何もね、そんな勝負もしないでね、はい、一人ガチャやだ。そうだね、これもね、正直にやだ。あのね、今まで歴代一番今しんどいっす。マジですか。それ相当っすよ。相当、そうそう、もうね、もう小粋なね、はい、面白いトークができないもん。いやでもね、それがガチですよ。そうですね、だって、別に作ってるわけでもなんでもないですからね。テンションだって作ってないよ。そうそう、もうテンションとかそういったものも全てありのままだよね。そうですよ、うん、やると、はい、まあ本当に喋るのもね、はい、もう痛くて痛くてね、はい、右側が。いや本当ですからね、ね、でもそこをねこういう風に皆様を喜ばすために、そして、ね、怖がらせる、そういうことが、ね、それもあれですよ、こうね、皆様にねこの夢をこう見させるようなね、はい、そういう大事な立場なわけじゃないですか、はいはい、それを体張ってこうやってね、そういうね、夢というか幸せというか。もういいよ黙ってて。で要は我が輩も疲れてるわけでございます天狗よこれね。いやもうね、本当歴代一番しんどいかもしんない。いや本当天狗よ、なんかこれ2回目で言ったのね。これ右もうね、だってもうなんだろう、奮い立たせる、はい、その根拠がないね、はい、でもそうです、そうです。もう今なんだろうな、大体この時間にね、はい、頭をフル回転させるなんて言っても無理なんですよ。全くですよ。そうでしょ。
ちゃんとしたこと喋れとかね、面白いこと言えとか無理なんですよ。喋ってみろ、ほら、とかね。そうですよ。んだこら、何こら、とかもできないしね。無料だから僕はなおさら喋らないですよ。もうね、だからね、我が輩もね、こうやってね、別に作ってはいないけども、これ、一生懸命ね、これね、我が輩の、この自然のね、ノリで、これ喋ってるわけでございますてんぐよ。そうですね。ね。だからもうすぐ、ガチトラ名物ね。はい。朝。はい、のシーンになるかもしれない時間帯ですよ。そうでございますよ。そういう時間にね、我が家たちは頑張ってる中、そうですね、まあもう トップで見る人は夜の6時から見るわけですよ。いや全くその通りですよ。それは感じない、はい、見てる人には感じないかもしれないけど、同じ気持ちにはなれるんじゃないかと思うよぐらいに頑張りますよ。なるほど。だんだんですね、はい、薬が効いてきました。おっ、よっしゃよっしゃ、追ってこい田川勘太殿。勝利、本当によく効く薬でね、すぐやっぱ強烈なんですね、うん、やっぱりでもね怖いのがね、はいはい、もうこれ慣れたら効かなくなった時ですよ。うーん、あんまり飲まないようにしてるんですけど。なるほどね、本当徐々に本当に限界来た時に飲む、はいはい、ことじゃないとあれですね、全くその通り、はい。さあ、城跡、はい、城跡っていうのはね、結構行ってるんですよ、いろいろ、はい、八王子城跡とかね。八王子城跡って東京じゃ有名じゃないですか、で、我が家は怖いから、まあもちろんそんな過去に行ったことはないんですけども、あれで、八王子もあれですか、そういう城跡とかっていうのも、でも全くそういう感じはないんですか。まあ、一番びっくりなのがね、通り過ぎた今のところ左ね。じゃあ U ターンすればいいんだね、簡単なことですよ。左手側が全部そう、え、いや、これが勝田ゴルフ場です。あ、ゴルフ場、これゴルフ場です。ナイスショット。監督もそりゃゴルフやりたい天狗よ、やりたいです、ゆっくりやりたい天狗よ。うん、何も考えずにねゴルフやりたいよ。そうですよね。はいはい、どれぐらいかな、東宮のガチトラやった時に、はい、城跡行ったんですけど、はいはい、平安時代でして、はい、平安時代の城ってさ、はい、普通の家なんですよ。はいはいはい、はい、あ、そうなんですか、うん、これまっすぐに行くと、これも道なりに行っていただくと、ああ左側におそらく出てくる。あんたこれすごいよ。すごい。なんかすごい、なんかこうオーラはこのルーツで感じてきますよ。ルーツ？ルートね。ああごめんな、突っ込まないで。ちょっと悲しかったね。で、数々のね、はい、ノールックパスをお互い投げ合い、パスし合い、まあ、投げたらそのままヒヨンでいっちゃうというからね、行きましたね、さっきで、はい、やっぱり僕の方が年上だから弱るのも早いよね。これは今ね、本当にせめてパチンコぐらい遊びたいなっていうぐらい、もう本当に車の中にいるかね、はい、心霊スポットにいるか、はい、飯食ってるかぐらいしかないわけで。まあまあまあ、でもこれが3夜なんでね、今日と明日と取ったらもうガチトラは終わりですからね。もうなんかさ、頑張る天狗よ。頑張ります天狗よ、とにかく頑張ります天狗よしか言えないですね今は。頑張り時ですよ、だから、ね、全くその通りだ、まあ、そんな感じで行くんですが、はいはい、これは山でもないのにきついな。結構きついですね、これ。すごいですね、なんかちょっとした峠になってますね。もう間もなくですかね。あ、そう、はい、わかりました。このうねうねがもうそろそろまっすぐな道になるんですか。おお、そしたら現れる感じ。左手側にあるらしいんですけど、入り口がどこなのかなるほど。
し、薬が効いてきました。お、本当に効いてきた。素晴らしい。お、まっすぐ。まっすぐなんだ。やっぱ混んでてもう左手か、こっち側にやられるはずですね。なるほど。じゃあもう着くんだね。もう間もなく。じゃあ一発かましなさいよ。じゃあ、ここからは有料でございます。なんかいい薬があったら紹介してください。よろしくお願いします。